ご視聴ありがとうございます。ゆらっけやの花澤です。ぎっくり腰になってしまった友人宅に来ています。腰痛の整体整理を行います。赤ちゃん来たの。来たね。赤ちゃん。ごめんね。大丈夫ですかね。気づくないですかね。ちょびっと気づいたって感じですか。今の時点で痛いですか。部分は。はい。入るほどではないって感じですかね。そうですね、はい、おしゃれの。
っとくすぐったい。だいぶ悪いんで。あ、そうですね。くすぐったい。はい、そうですね。これはどうですか？いや、うん、痛くないです、全然。はい、すごくよく切れます、うん、怖いとか嫌な感じないですかね。一瞬ピキってなったりとかするときは一瞬ヒヤッとしたりとかはします、うん、動いただけですかね。毎回ってわけじゃないんですけど、今撫でてるだけなので、はい、それはあの安心してください。はい、はい、ここからね、今クッションで沈んでるので、はい、膝に衝撃が加わるってことはないので、はい、はい、さっきくすぐったいってことだったんですけど、はい、今くすぐったさ薄れましたかね。ちょっと薄れました、うん、まだちょっとね、まだちょっとあるんですよ、
がちですね。柔軟はしてたんですけどね。伸ばすの大丈夫ですかね。はい。はい、きつさないですかね。はい。はい、だいぶお尻押せるようになってきましたね。お尻がだいぶ押せるようになってきましたね。今そこビヤーって痛かったです、そのあたりで痛い、嫌な痛みですか。いや、もうゴリゴリに硬いところを、押されてるくらいなんですか。嫌ではないです。そのあたりくすぐったかったです、さっき。まだくすぐったいです。お尻の後ろの方が、その辺。
っちの方が軽いですかね。そうですかね、押された感じ、太ももの感じはそうですね、そう、右側は外側が結構張ってて、って感じですか。V がありますね。なんか、まあそうですね。とりあえず足が冷えて、冷えてますね。痛い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 。カイロ外した途端冷えますね。ずっと温めてたんですけど。ねえ、冷えてる？そこは右と同様痛いですね。どうですか。気持ちいいです。
系の方が特に。嫌な感じしますか？いや、痛かったですか？痛気持ちいいですね。はい、ちょっと針がね、ありますよね。きついですね。Okay.